一番この辺にはここにあるソビエトのレンズ、はいはい、ジュピターであったりルサールかな、ルサルと、ね、インダスター、元ソビエトのゼニートでしたっけ。あ、ゼニートね、はい、ゼニットっていう会社のレンズなんですけども、前世はジュピターを持ってたと。おー、ジュピター持ってた。ちょっと前に過ぎてしまった未来を取り戻して。まあでもまずもこの記事のタイトルは素晴らしくて、5000円から遊べるクラシックレンズの楽しい世界って書いてあるね。これすげえ大事なこと。いいとこ目つけますね。そうなんですよ。いや、これすごい大事なんですよ。写真ってお金かかるもんで、昔からあの金持ちの道楽だって思われてきて、実際そうだったんですよ。なんだけども、ここに来てですね、5000円って、まあ、ちょっとみんなあのパチンコとか遊んじゃったらすぐなくなるようなお金じゃないですか。そのお金で、あのパチンコ一回行かなければですね、ずっと死ぬまで遊べるぐらいの結構深い趣味を得られる。しかもこれは単純な趣味じゃなくて、趣味で終わらせることもできれば、芸術のレベルまで昇華させることもできる、すんごく懐の深い遊びなんですよ。そこに、いよいよ持ってきたっていうのが、もうほんまに素敵やなと思ってて。うん、僕はその写真を人にね、勧めるときって結構言い方に特徴があって、たまに勧めるんですけど、それは大体、どういうときかっていうと、私趣味がないんですとかいう人に勧めるようにしてるんです。で、特になんていうのかな、もうあの若い人ならまあいろいろほっといてもいいんだけど、いろいろ楽しみあると思うんだけど、結構年あの召されてて、もう50代とか60代ぐらいになってから趣味がないんですっていう人の、その気持ちは多分結構切実で、何を言ってるかっていうと、老後することがないっていうことをおっしゃってるんだと思うんですよ。で、自分の人生はそれなりにもうそこまで仕上げてきた、あるいは仕上げてなかったとしても、今後これから楽しみを自分の中で見出していける時間がやっとできたのに、そこですることがないんですっていう、そういう結構切実なことなんですよ。で、皆さん大体僕に話しかけてくる人たちは、そこで何かこう絵とかとか、あのね、その芸術とかっていう話になることが多いんですけど、やっぱりその敷居が高いという時に、必ず僕は写真をちょっとやってみたらどうですかって勧めるようにしてるんです。で、それはなぜかっていうと、まあ、デジタルになったことですごく使いやすくなったし、あの敷居も低くなって、もう本当にスマホで撮れる世界なので、なんだけども、これで写真を撮るっていうこの行為自体がすごく実はいい趣味で、面白い趣味だ。お金かかんない割に心が豊かになるし、何よりなんていうのかね、あのいい気分になれるんですよね、うまく撮れるとね。もう1枚でもうまく撮れたら、もうそれだけでむっちゃくちゃいい気分になって、その後で3年ぐらいは全然いい気分でいられます。なので、なんていうのか、もう費用対効果たりは半端なくてですね、しかもその道端に落ちてるものを撮るだけでいいわけですよ。ちょっと自分が気になったものに近づいて、普段よりも丁寧な気持ちで接してですね、1枚で終わらせずに10枚とか撮ってみるとかですね、それだけで世界が変わってきて、で、かつこれは体が動かなくなっても楽しめる趣味だし、どんどん年取ってくると身体能力って落ちてくるもんで、スポーツとかできなくなるし、山登りもできなくなるんだけど、写真で結構、ね、ギリギリ最後まで楽しめるんですよね。カメラは写真撮らなくても楽しめるっていうところが実はあって、すごくなんていうのかな、逆転した言い方なんですけど、カメラ好きな人って、カメラ手に持ってね、こうやって椅子に座ってね、カシャ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 やってるだけの人いっぱいいるんですよ。これ何かって言って、このリラックス効果たりや半端ない。特にですよ、特に、ライカのですね、この比較的新しい1970年代ぐらいのカメラとかで、フィルムをね、巻き上げ動作をして、空打ちなんですけども、あのフィルム入ってない状態で、シャッター速度をそこそこ遅くして、あの、おすすめは15分の1秒とか30分の1秒ぐらいの、ゆっくりめの音でやるとね、もうあの、音を聞いてるだけでもね、温泉に入ってるような気持ちになれる。いや、本当ですよ。本当。僕、ライカ持ってないし、そもそもその、今対象となってる、そのライカはすごくシャッターの音がいいから僕勧めてるんであって、これ、前座風呂だとね、前座風呂さんはね、ちょっとね、カメラの音がね、今聞かせられるかな。これはね、落ち着かないんですよ。あの、リラックス効果あんまりないんですよ。ライカがいいのは、シャッターの音がむちゃくちゃ良くって、その音があまりにもいいことですね。あの、まあ、そこにやっぱ目をつけた中国の目ざといスマホメーカーは、あの、ライカシリーズっていうのを、
ライカに正式な許可を取って、スマホを作りましたけど、レンズ関係の設計を見てもらったんですけど、それだけじゃなくて、あれ、シャッターの音もライカから撮ってるんですよね。なるほどね。で、しかも一番いい、まあ、カメラマニア的に一番好きなライカのシャッターの音をちゃんと使ってる。日本のメーカーがそこら辺が残念なのは、なんか普通の、なんちゅうのかな、フィルムの超高速で、シャキ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 みたいな、こう、せわしない感じの撮られ方するような音だけを使っていて、こういう奥深い、一発それだけで、シャコンとかね、こういういい音がする、一番音的に美しいカメラのシャッター音を一切使ってないのに、もうね、本当に素晴らしいことに、その、もう3年ぐらい前に出たのかな、ライカのレンズを搭載していると言われているライカの設計を一応くぐったあのカメラなんですよ。あれはまあ、ライカの音がするんですよ。音がね、あれ結構気持ちよくって、スマホなのにシャッター音を押したら、シャッターを押した時に出てくる音がね、なかなか気持ちよい音がする。すごいなってやっぱ思ったんですね。ちょっと前に過ぎてしまった未来を取り戻して、磨いて目の前を未来としよう。